はい、本日はですね、世界最強の T シャツを購入したので、そちらのご紹介していきたいなと思います。で、まあ T シャツでですね、あまり最強っていう言葉は使わないかなと思うんですが、あえて今回世界最強というワードを使ってみてですね、まあそれのご紹介をしていくんですが、僕以前ですね、フォースアベターというパック T のご紹介をした動画があるんですが、まあその時にですね、購入をこう調べてる時に、パック T はもちろん見たんですが、実はここのブランドっていうのが、プラスワンの機能っていうところで、ハイテクの機能を使って、まあより T シャツをグレードアップさせようっていう取り組みをやってるみたいで、まあその一環でパックティは買ったんですけど、それともう一個気になったのがあって、まあそれを今回購入したので紹介するという動画になってるんですが、まあ、早速そちらの T シャツをご紹介したいなと思います。それがですね、こちらのフォースアベターのコーデュラ T シャツということになってます。で、まあこれコーデュラって聞いたことある方やったら、あーってなると思うんですけど、米軍の防弾チョッキとかに使われてるぐらい、まあ、強度が高いっていう生地のメーカーになってるんですけど、まあ、それを採用してる T シャツっていうことなので、まあ、世界最強の T シャツというお話をしてます。で、まあこれを買った理由としてはですね、まあもちろんこのコーデュラっていうところもそうなんですが、このフォースアベターっていうブランドがですね、僕そのパックティーを買った時に気に入りすぎて、どうしてもこれも買ってみたいと思って追加でまあ買ったっていう感じになってるんですけど、もうこれの特徴っていうのはもう何個も並べる必要はなくて、ただただ1個だけです。それは何かっていうと、コーデュラを使ってる。これだけに限るんですけども、この T シャツに関して他に特徴ないんかいって思われるかもしれないんですが、あるとは思うんですが、もうこれはあえてコーデュラの話しかしないっていうふうにまあ僕は決めてますので、もうコーデュラであるっていうことが世界最強の T シャツっていうことになってますので、まあ、それのお話をしていきたいなと思います。まずですね、これ開けていくと、この T シャツがですね、こんな感じでシンプルな真っ黒の T シャツって感じになってるんですが、一応色違いで白もあるのはあるんですが、僕は今回黒を購入したっていう感じになってて、まあ、なんで黒を購入したかっていうと、そのコーデュラっていうこの素材がですね、強度があるので、おそらく長く着るだろうということで、やっぱ白はちょっと汚れちゃうイメージがあったんで、どうせ長く着んやったら黒の方が汚れとかも気にせんでいいし、ガンガン着れるかなと思って、まあ、黒を購入したっていう感じになってるんですが、まあ、そのコーデュラの話は早速していこうと思うんですけども、この T シャツっていうのが一応 60% はコットンで、 40% がコーデュラを使ってるっていうことになってて、まあ、コーデュラっていうのがですね、素材としてはナイロンになってるんですけども、まあ、ナイロンっていうのはもうこの世の中で素材、いろんな素材がウール、コットン、ポリエステル、ポリウレタン、いろんな素材がさあると思うんですけど、その中でもこのナイロンっていうのが一番強度があるって言われてるぐらい強度がある生地なんですけども、まあ、その中のナイロンの7倍強度があるって言われる。だからもうその時点で世界最強だと思うんですけど、ナイロンの7倍強度があるって言われてるのがコーデュラっていう生地のナイロンブランドになってるんですけど、コーデュラを使っちゃったらもうこれは世界最強でしょっていうことで、まあ、世界最強って言ってるんですけど、まあ、これはですね、結構リュックとかで使われることが多くて、まあ、それこそリュックとかってこう擦れたりとかして傷むことがあると思うんですけど、まあ、このコーデュラのリュックを使ってるのって結構頑丈やって言われたりとかしてて、まあ、それこそ僕も僕もウエストバッグでコーデュラのバッグ持ってるんですけど、まあ、そんなんとかも丈夫なん分かって買ったりとかしてるんで、バッグでは分かるんですけど、 T シャツのパックティーでコーデュラが出てんねやと思って、まあ、今回購入したっていう感じになってるので、もうそのナイロンの中でも7倍強度があるっていうだけで、あ、確かにこれは世界最強やっていうふうにも思っていただけると思うんですけど、やっぱりナイロンっていうのはですね、結構ノースフェイスのアウターとかでも多いんですけど、やっぱシャリシャリしたいかにもこう化学繊維な感じってあると思うんですが、これに関してはやっぱ 60% コットン使われてるからなのかちょっとわからないんですけども、結構自然な風合いで、言われなかったら僕コットン100かなって思うぐらいの質感になってるので、ちょっと白とかやったらどういう質感になるのかわからないんですけども、この黒に関しては結構自然な普通の T シャツっていう感じで、多分コーデュラって言われなかったらわからないですし、まあ、ここにタグがついてるので左下に、まあ、このタグを見ればあコーデュラの素材やねんなっていうのがわかると思うんですけど、こんな機能的なというか丈夫な T シャツが出てんなと思って、まあ、今回購入したっていうことになってるので、まあ、今回の特徴は一つ、コーデュラを使ってる世界最強の T シャツっていうことになってるので、まあ、これ以外に特に喋ることはないかなと思いますので、あとまあこのフォースアベターのブランドっていうか会社については以前もパックティでご紹介してるので、まあ、それは動画説明欄に載せてますので、例えば首元が閉まってるとか、まあ、会社として2019年から始まってるとか、まあ、そんなは喋ってるので、まあ、ここでは割愛して、もう最後着用動画見てもらって、ここではお分かりしたいなと思います。はい、ということになってますので、本日はですね、世界最強の T シャツのコーデュラパックティを購入してみたという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。